ラージプート、ラージプート、英語、ラジャパートは、現在のラージャスターン州に居住する民族であり、クシャトリアを自称するカースト集団。サンスクリット語のラージャプトラ、王子の意味から来た言葉で、インド政党的な戦士集団たるクシャトリアの子孫であることを意味する。この社会集団の起源は明らかではないが、5から6世紀頃、中央アジアから繰り返し侵入してきた。 イラン系ともトゥルク系とも言われる、キバユー牧民へふたる、中国明詞ロ強度などの外来の諸民族が、在地の旧支配層と融合し、徐々にヒンドゥー教の教義を信奉しつつ、その社会体制に組み込まれたものではないかという説。また、土着の部族の他に、ハルシャバルダ内郊イ,インドに定着した、スキタイ系や、噴系の民族に由来するとか、北インドを支配した領主層には、 クシャトリアの家系だけでなく、バラモンやバイシャの家系に属する者がいて、ラージプトラと呼ばれて、すべてクシャトリアの地位を与えられるようになった、など諸説ある。しかし、当のラージプート自身は、プラーナ文献、例えば、マハーバーラタに述べられている、伝承上の太陽や月の家系にたどったり、プラティーハーラーサ、パラマーラーサ、チャウハーンチョのように、賢者、バシシタが、 グジャラート州内にあるアーブ山で守ってきたという犠牲の日に先祖を辿っているものもある。こうした伝承はスータと呼ばれる一種の吟遊詩人、玉正詩人による伝承で初めて言い伝えたことなので事実を辿ることはできないが、それぞれのラージプートの一族は別々の起源を持っていることを示している。なお、前述した三王朝のほかカジュラー法の寺院を建設した。 チャンデーラ朝が著名である。ラージュプート小王朝は、この伝承を、自らの王権を正当化する根拠とし、古代からの正当なくシャトリアであることを主張する。7世紀から13世紀までの軍有拡挙の時代を、ラージュプート時代と呼ぶ。ラージュプート小王朝として知られているのは、プラティハーラ朝、パラマーラ朝、チャウハーン朝、 チャンデーラーサなどがあるが、その中でも8世紀から11世紀初頭まで北、インドを後半に支配した大きな王朝がプラティーハーラーサと叶う字である。プラティーハーラーサは、インド北部を交易路とする東西貿易の富を独占し、村落共同体を基礎とした封建制度をもとにした強固な中央、集権的国家機構と、 戦士階級を中心とする強大な軍事力で、後半半島を維持した。8世紀から10世紀にかけて、北、インドを支配した、プラティハーラ朝とベンガル地方のパーラーサ、デカン高原のラーシュトラクーターサの3つの国が、構想を展開する。また、同時期に、イスラーム勢力のインド侵攻が711年から始まる。うまいアーサ、 サーマン朝やホラズム朝などのイスラム王朝が何十回もインドへ侵攻してくるが、ラージュプート諸国はよく戦い、その闘心を阻んだが、次第にラージュプート諸国の独立によって衰退した。アフガニスタンから侵攻したイスラム教国ガズナーサによって、プラティーハーラーサは1019年に滅ぼされた。次に、ラージュプート諸国のチャンハマーナーサが北、インドで有力となったが、 1192年、アフガニスタンから侵攻したイスラーム教国ゴールはさに、敗れて、1206年に、奴隷王朝が成立して、ラージプルト時代は終わった。プラティハーラーサは、インド北東部のパーラーサ、デカンのラーシュトラクーターサとよく争ったが、この王朝のインド史において果たした最大の役割は、イスラーム勢力のシンドイ島への進出をほぼ300年に、 渡って阻止し続けてきたことである、という研究者もいる。ラージュプーターナーとは、ラージュプート族の地の意味で、おおむね西北インド、現在のラージャスターン州に相当する地域。この地で起こった王朝には、以下のものがある。チャンデーラーサとは、10世紀前半から13世紀末まで、北インド、マディアプラデーシュの東部、ブンデールカンド地方にあった王朝。この王朝は、 ガツから生まれたクシャトリアの家系とする伝承を持つ、ラージュプートの王朝であることと、世界遺産にもなっているカジュラー法の自因軍を築いた、ことで、世界的に知られる。プラティハーラーサ、プラティハーラ朝、英語、プラティハラダイナスキとは、8世紀後半から11世紀初頭まで、北西インドを支配したラージュプートのヒンドゥ王朝、750年頃から1018年、 あるいは1036年。首都はカナウジ。パラマーラーサは、10世紀後半頃、?13 世紀末まで、北インド、ナルマダーカワ北岸、ゲンマディアプラデーシュ州の西部、マールワー地方に拡挙したラージブートの王朝。チャウハン朝は10世紀末から12世紀末まで、北、インドを支配していたラージブート族の王朝。首都はデリー。 プリトビーラージチャウハーン3世の治世の頃に最盛期であったがゴールアサの侵入に対抗し1192年に滅亡した後継者がランタンボールに逃れて再興したその他のラージプート諸国13世紀末までラージプーターナー地方ほぼ原ラージャスターン州にあたるにゴールアサのシハーブッティーンムハンマドにタラーインの戦いに敗れた後に チャウハーン朝の後継者が再興したランタンボールをはじめ、名はある王国などハントは小さいが強力な王国を築いていたが、ハルジー城に征服された。しかし、その後のデリーするターン朝の弱体化に伴って徐々に独立した。ラージャスターンという州名も、ラージプートの土地が語源となったもの。イスラーム勢力と勇敢に戦ったヒンドゥー戦士、ラージプート族の本拠地にもなった。 ムガル帝国のアクバルの統治方針は、ラージュプートなどの在地勢力を自らの支配層に取り組むために、彼らが所有する領地からの収入を認めるとともに、ヒンドゥーであるラージュプート出身の女性を妻とした。ムガル帝国の初期に、勝負の気風とヒンドゥー教徒の独立を守るために、激しく抵抗したことで知られる。特に、その中でも、メーワール王国だけは、 ムガル帝国に最後まで抵抗して独立を維持し、その王、プラタップシングの戦いは後世にまで語り継がれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。